様の方からベランダが大変なことになってると。これほっとくとですね、完全 100% 雨漏りの原因になっちゃいますんで、これらしいゴミも詰まってません。どうしましょう。原因はですね、はい、皆さんこんにちは、株式会社飛び間の佐々木です。ちょっとですね、今日は緊急に動画をなさせてもらってます。実はですね、ちょっと今現場に来てて、今日雨なんですけれども、ちょっとお客様の方からそのベランダが大変なことになってると。見てください、これ水がベランダに溜まっちゃってます。はい、今日ちょっとこれをちょっと僕の方で直していきたいと思います。実はこれ原因はですね、オーバーフローといった形、まあ排水のところ目詰まりしてますので、それをちょっと直せばしっかりこの水が全部引ける形になります。まあ、これほっとくとですね、これ完全 100% 雨漏りの原因になっちゃいますんで、これ早急にやらないといけないので、すぐ今今日雨降ってますけれども、それを雨の中ちょっと作業して直していきたいと思います。で、原因の方ですね、こっち見えますかね、あそこです。あそこをちょっと直していきたいと思います。では現場の直す作業始めます。ビトビ、はい、見てください、これこんなに、これプールじゃないですからね、ベランダですからね、ベランダにこれだけ水が溜まっちゃって全く流れてません。で、排水のところを見ると、まあこちらになってますね、排水口あるんですけども、ここ全然流れてないです。で、パッて触ってもそれらしいゴミも詰まってません。どうしましょうって思うんですけども、この原因はですね、実はこっち側ではなくて外の方にあるので、これの裏側に行って、ちょっとそこのところを今からお掃除していきたいと思います。じゃあちょっと今お掃除行ってきます。開けないとお掃除できないから。はい、ここが詰まってますね。今ちょっと浮かしてるんですけども、こんなに水が出てます。ちょっと上の方から覗いてみます。どうでしょう、こんなに。あそこのところの奥に今ゴミが詰まってるので、そこの部分を抜いて、掃除をすればこれは目詰まりが解消しますんで、ちょっとそれをやっていきたいと思います。びしょ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 ですよ。あれ、びしょびしょです。あれ、はい、ちょっと上の方に来ました。まだまだ溜まってますね。今あそこのところちょっと掃除、トイを外してるところですね。すごいことになってます。これ完全に縦取りだとですかね、上で詰まってますかね、多分長年のゴミが、ゴミが。でも今水がとりあえず今抜けてってますね。でもまだまだ全然プールになっちゃってます。この縦取りのところをですね、今外してもらって、一回外しちゃってから水を抜いちゃおうという形です。ただこれもなかなか取れない場合もありますからね。あー、すごい、やっぱゴミがすごい詰まってますね。一回水をちょっと抜けるだけ抜いちゃってます。
これ今半分ぐらいです、まだ。土ですね。土ぼ、土、あー抜けた抜けた。はい、抜けました。見事に抜けて。どんどん流れ出てます。なのでパイプが詰まってるという、あそこの最初の土のところで、詰まってしまってるんですね。なのでここ定期的にお掃除した方がいいと思います。ちょっと実際ちょっと中も見てもらいましょう。すげえ勢いで流れてますね。そう、全部もうゴミが流れたんですかね。はい、固まることないないです。ありがとうございます。はい、もうゴミが全部な取って流れたので綺麗に流れてます。全くなくなりました。はい、ここももうどんどん今まで溜まってたやつもどんどんなくなってます。そうです、まだ端っこの方はこうやってお水がまだありますね。じゃあもう面はもうなくなってきましたね。いや、この今日もこの後雨が来るからよかった。溜まっちゃったらとんでもないことになります。はい、水が全部流れ切りました。いや、もうないですね。いやー、すごかった。まあ、こういう形でベランダこういうふうに溜まっちゃってますと完全にゴミの目詰まりのことが多いので外の方を取るといいと思います。はい、無事綺麗にお水が流れてくれました。よかったです。なのでまあベランダがですね、ああいうふうに水たまりになっちゃってしまった場合、まあ排水口のところですね、で内側を見てもない場合は裏側、その裏側を見るとマスとかそういうのがありますので、そこをちょっとこうお掃除するとゴミが取ったりすればもう水が一気に流れますので、慌てずその辺を確認をしているのがいいかと思います。それでもしダメだったら私飛び間の佐々木にお電話ください。ご連絡お待ちしています。ありがとうございます。ご連絡しますということですね。じゃあ、私たち株式会社トビアイダーですね、この他にもインスタグラム、フェイスブック、ラインビジネス、そして YouTube やっておりますので、チャンネル登録とグッドボタン合わせてお願いいたします。それでは皆さん、またね。